こんにちは、速稼塾の久保です。そうですね、男の子がまず憧れる人といえば、まあ、映画スターですとかね、テレビタレントになってくるとは思うんですよ。でもそれとは別に、なんかそのクラスメートとか近所のね、かっこいいお兄ちゃんとか、なんかこいつちょっといい感じだなっていう風なね、惚れる男ってのにも、まあ、出会えたりするんじゃないかなと思うんですよ。まあ、まずは結局はそういう人をモデルにどんな格好してんのかな、ヘアスタイルは何なのかなと、そのヘアスタイルを作るためにはどんな細工をしてんのかなとかね、どんなものを持ってるのか、どんな言葉を使ってるのかとかっていうことになるんじゃないかなと思うんですよ。私もそこはね、考えたことはないですし、それから今振り返って恋愛に公式というものがあるとしたら、まあ、それはもっともっと奥深いものであって、まあ、まずは真似ることっていうことが第一歩になるのかなというふうに思うぐらいですね。なんともここはね、私もね、解説のしようがないところですね。私もなんかこの、特に10代の頃は何がしかの戦略があって恋愛をしていたわけではなくて、たまたま目の前にいる人、まあ要するにね、異性には誰でも惚れてたってことなんですよ。惚れっぽいというかね。やっぱりそのぐらい男の子から見て、10代の男性から見て、男性っていうかね、男から見て、女の子ってのはね、その神秘に富んでいて、とても清らかでね、そして自分だけに心開いてくれる、なんていう風な幻想を抱く。あ、ちょっと電池切れちゃいましたね。そう、10代の男の子から見ると、まあ女の子とか女性ってのはね、まあ一種、神秘的で、なんか清らかでね、そして自分の心だけは分かってくれるみたいな、そんな妄想をね、押し付けてしまいそうなものなんですよ。まあですんで、アイドル歌手にちょっとね、こう、腫れた惚れたしてみたりとか、近所のお姉さんに憧れてみたりとかね、ああいうのがあるんではなかろうかと思います。まあその辺10代の恋愛は私あまりうまくいってなかったんで、なんとも言うところがないんですけども、そうですね、20を過ぎてからじゃないですかね。年代別の恋愛っていうのがありましたけども、それは年代別というよりも、行動範囲なのかな？あとは処理できるトラブルの力量が上がってくるってことかなと思うんですよ。やっぱりね、さすがに中学高校の頃は、ちょっと女の子と気まずくなるぐらいで、もう学校にも行きたくなくなるようなね、そんな感覚だったりとか、今だったら SNS でね、噂になるぐらいの恐怖があったと思いますけども、まあでもね、振られ慣れてくると、なんかどうでもよくなってきますね。別れた後のことは。別れた後は、まあ流れに任して、友人のようにやっていけるのか、もう連絡も取り合わない全くの他人になってしまうのか、それともまたどっかですれ違うことがあったら何かこうね、やけぼっくりに火があるのかなっていうふうな期待を残すのかっていうね、そんな妄想があって、大抵そんなものなくって、一回別れれば向こうにはね、自分よりももっといい人ができるもんで、なんとも言えないものがありますよね。あのね、ちょっと余談なんですけども、お付き合いしてる女の子に言われたことがあるのはね、もし私と別れてくぼっちが他の女の子と付き合うとしても、変な女と付き合わないでって、少なくとも私よりも可愛い子でいてとか言われたんですよね。その気持ちはなかなかわかるなっていうところがありますよね。だからやっぱりこう、あんなのに負けたんと思いたくないんでしょうね、きっと。それはね、やっぱり男でも言えますよね。なんか自分が別れた女の子が誰か別の男性とね、付き合ってたら、あんなやつのどこがいいんだよみたいに思っちゃうんで、少なくとも俺よりいい男で会ってくれみたいなことがあったりするもんですけどね。で、恋愛観なんですけども、まあ話せばキリがないのと、あとはね、まあ男性はね、なんて言いますかね、恋愛観が女性と大きく違うところは、おそらくこういうところなんじゃないかなと思うんですよ。それはね、男性には男性のこの世界があって、その一部を女性と一緒にいたいというものが占めてるんですよ。だから言ってみれば、男性にはたくさんのね、まあ分野があって、その一つに家庭とか恋愛とか結婚というものが入ってるんですよね。で、女性はどうかっていうと、自分の求めていた男性と共にいる暮らしの中に仕事があったり趣味があったり自分の趣味嗜好があったりとかってものが散りばめられていて、何をする時でも自分の愛してる人がそばにいる、そして何年先でも自分の人生の横にはその人がいるっていうふうに考えるんだと思うんですよね。で、男性の場合はね、多分違うんですよ。自分の求める夢の向こうには夢しかないんですよね。その大好きな女の子がいるとかいないとかあんまり関係ないというね。まあもともとね、男性は狩猟民族だったんで、そういうことなのかなと。マンモスを追いかけてる時に、別れた女性のことは考えないんだろうなとかね、思うんですけどね。まあその辺は私がね、まだ回答の出せないところなんですけども、もしかしたら回答を出すような問題でもないのかもしれません。
まあ、私はね自分の身を捧げるべきところを見つけて、それに非常に、感謝しているところでもありますしね、あのこれほど一体感のある、他人ってものに出会えたことがなくて、それこそねブラックジャックみたいにカードとカードがピタッとはまるような感覚ですよね。ブラックジャックね、勝ったみたいなね、あんな感じです。決め手ですよねブラックジャック。私はねその奇跡的な出会いがあったなと思います。ただし私の場合はいろんな年代から探していたって感じですよね。で上は10歳プラス、下は20歳以上のマイナスで、この幅広い年代、縦に、ね、幅広く、横にはあんまり広くなかったかもしれませんけども、そんな感じで本当についていたなと思います。まあ総じて言えば恋愛ってのはどこで生まれるか分かりませんけども、ただやっぱりねインターネットのビジネスと同じようにアクセスが全てなんじゃないかなと思うんですよ。中学の頃たまたま同じクラスだった、たまたま近くにいた女の子が好みだったら恋に落ちる、このぐらいのテリトリーだったんですけども、でも20代30代になってきて行動範囲とか付き合う世代がたくさん多岐にわたってくるとね、やっぱりそのたくさん その出会いの中から選べるんで、ものすごく汎用性がありますよね。プラス今は SNS やインターネットとか出会い系サイトがあるんで、それこそね自分の求めるスペックの人を探し続けることもできるんですよ。これが厄介なところですよね。もっといるかもしれないって思えるんですよ、探し続けることができる。でも過疎の村とかそれから限られた空間っていうのは選択肢が決まっていても増えないっていうのが前提なんで、逆に迷わないみたいなことがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですのでここはね選択肢が増えても増えても決断力があるんだったら前とね続きますよ、決断ってこと、決断力があるんだったら決めれるんですよ、ね、私の場合はあこの人とだったら俺は破滅してもいいなと思ったんですよね。不幸に一緒に不幸になる覚悟ができるなと思ったわけなんですよ。多分お相手の、ね、奥さんもそう思ってくれたんじゃないかなと思います。なんせ出会った時はもうね私がね今人生の中で一番ついてない時だったんですよね本当にね笑っちゃうぐらいついてない時によくそんなこと思ったなと。だって私のね住んでるとこって当時3万5000円のワンルームで、今住んでる家のトイレと同じ大きさなんですよ。そこにもうほんとこうやって寝てたんですよ私は。そこにですよ飛び込んできて一緒に暮らすわけですよ。で2人でこうやってましたよね本当その3万5000円 の、 三河町っていうところのね、もう土地で言ったら一等地なんですけども、三河町の本当にちっちゃいね、ちっちゃいマンションって言ったらオーナーさんに悪いんですけども、本当にセカンドハウスとか物置みたいなワンルームだったんですよ。そこはでそこに何もかも詰め込んでね、会社の資料とかで、まあ、私もね当時はそこに住むなんて、狭すぎて住むなんて考えられてなかったんですけども、彼女がなんか来てしまったんで、まあ、住めるようにちょっと場所を空けてね、なんとかこうやって2人でこうやって住めるようにしたんですけども、洗濯機も置けないしね、バスルームすごく狭いしね、もちろんトイレと一緒だし、で冷蔵庫もなんかドリンク3本置いたらもう終わりみたいな、で流しなんてのは本当にね手を洗うためのだけがあるんですよ。もうとてもじゃないけど料理も何にもできないところ、そんなところで私の家族はスタートしました。当時2013年40歳です。そんなところから私の家族はスタートしてですね、でもなんかねこれも楽しいなと思いましたね。何もないけど全てあるみたいな感覚ですね。失礼しました。対してですね、その今の奥さんと知り合う直前までさまざまな女性と付き合っていて思ったのが、何もないのに散らかっているっていう、そんな感覚だったですね。なんかすごい言い知れないようなね寂しさというかね、生活に追われている姿とか、何を求めていいのか分からなくて、本当に行き詰まっているところとかね。で本当に素直なんですよ皆さん。そうやって当時私はね、いわゆる夜の商売している方ばかりとお付き合いしていたわけなんですよ。大半がそうだったんですけども、みんなねその素直というかね、ピュアだったなと思いましたね。もう見るもん全部見てしまって、やるもん全部やってしまって、傷つくところは全部傷ついてしまったから、一巡してもうね現実に帰ってるのかもしれないですよね。将来は25歳までにどうしても結婚して子供を持って、お料理とか作って家で待っていたいんだっていうふうにね、そう語る、もう一人一人そう語ってました。二十歳ぐらいの女の子がね、そう本当にね胸を打つようなことでしたよ。あこの子の幸せ俺が作ってやれるかもしれないなと思ったりときめいたりしたもんですよね。いやー本当に人生ってのはね、恋愛があるからちょっとこうなかなか引き立つな、面白くなるなっていうところありますね。
まあ、あまり話しすぎるとこの動画をね見てるかもしれないんで、あの時いろんなことを誓い合った人が、もし見てたら、あの本当にいろいろ人生ってのはあるけども、うん、どこに向かうかってのは当時の私には全く分かりませんでした、うん、そして男女のもつれ合った糸ってのはどこで結び合いどこで切れてるのか、それも分からないですね、うん、今日はそのとこですね。まあ、花屋龍馬さんのね初恋なんてのはどんなものだったのかちょっと聞いてみたいんですけども、ぜひ教えていただければと思います。私は初恋はですね、もろくも破れた、うん、12歳の時だったかな、始まる前に終わったみたいな感覚だったな、うん、あ、花屋龍馬さんの恋愛ってなんか聞いたような気がするな。でももう一回よろしくお願いします。いってらっしゃい。